誰に連絡しましょうか。もしもし、ナナ…レイ、今平気？私がかけたんだし。ナナナも連絡しようかどうか悩んでたところなんだよ。さすがレイ、ナナナのかゆいところに手が届くね。孫の手？もしかして天国で問題があったの？まさかメフィスとフェレスが何か？ううん、そうじゃないけど大変なことになってて。どういうこと？ナナナが危険なんだったら。全く危険じゃないよ。どっちかというとイッツショータイム。ごめん、全然わからない。それほど切迫した状況じゃないってことはなんとなく伝わったけど。レイもこっちに来たらわかるよ。一目瞭然。とにかく天国で待ってるね。たとえどんな試練だとしても。ここって確かナナナと鬼ごっこやかくれんぼをした。レイ、待ってたよ。見てよこれ、あっちもこっちもピンクでひどいありさまだよね。ひどいとは思うけど、これってナナナがやったんじゃ。そうだけど、そうじゃないよ。ナナナが否定したい気持ちはわかるよ。それはアレセイヤの記憶で、今のナナナはまだ。それなのにどうして森がピンクになってるの？ナナナが私たちと遊ぶために森をピンクに染めたんだったら、今の時点で森は普通のはずでしょ。だから大変なんだよ。ナナナは何もしてないのに。ナナナじゃないなら誰かが森をピンクに塗り替えたってことだよね。そう、だからレイ、一緒に真犯人を探してよ。うん、誰の仕業か見当もつかないけど、私もどうしてこんなことをしたのか。決まり！これってとってもエンジョイでエキサイティングでミステリーだよ。行きます。メルヘン、はてさて、ご入り用は何？毎度！またのご利用をお待ちしているよ。ナナナ、お願いね。アディオス、バイバイ。
びっくりした？リン、スリー、ヤッ、じゃじゃーん。リン、スリー、ヤッ、じゃじゃーん。ほっ、はっ、た？びっくりした？綺麗な魂。エキサイティングだね。エンジョイしてね。シーユー。残念。笑える思念はないのかな？真犯人見つからないね。今更なんだけど、真犯人って一目見てわかるようなものなの？きっと怪しくない人が逆に犯人なんだよ。怪しい怪しくない以前に、勇者と勇気しか見かけないんだけど。被害者と思われた人が実は真犯人とか。この場合の被害者って、何？森？被害者は、濡れ衣を着せられたナナナだよ！それだとナナナが真犯人になるけど、いいの？あ、またしてもナナナを貶める罠が！多分そういうことじゃないと思うけど、もう少し、奥まで進んでみましょう。そうだね。操作の基本は足だよ。エンジョイが足りないね。
ずいぶん奥まで来たけど。ここまで脳犯人だよ。もう一番意外なヘラクレイトスが真犯人でいいよね。わざわざ出てこなくても、本当に疑ってるわけじゃないからね。我が主、そして勇気の友よ。油断するな。え？どういうこと？ヘラクレイトス、なんて言ってるの？ついに白状した？前を向け。奴が来る。勇者が、一体だけ？ヘラクレイトスが警告するような相手とは思えないけど。あれ？この子、どこかで見たような、見てないような。え？今勇者から感じた輝き。弱かったけど。まさか。あれせんや！こっち来るよ！ほっ、はっ、はぁ？びっくりした？ほっ、はっ、うやぁ！つぶれろ！遠慮してね！えい、それ、じゃじゃじゃーん！ほっ、はっ、
なんとか勝てたけど、どういうこと？とても勇者の強さじゃないです。なのな、思い出したよ、赤いリボンの子、鬼ごっこの時の鬼だよ。それってナナナが勝手に勇者を鬼役にして、私たちが森の中を必死で探した。でもこの世界では起こっていない出来事なのに。あ、もしかしてアレセイヤの影響？きっとそうだよ、この子も霊とつながりがあるから。つながり？弱いとはいえ、アレセイヤが影響するほどのつながりはないと思うけど。ほらレイ、この子の赤いリボン拾ったよね。確かに拾ったけど。え？それだけで？逃げた！図星だよ！逃がしてよかったの？うん。よく考えたらね、ナナナのせいなんだよ。ナナナが無理やりあの子を鬼にして、遊びたくなんてなかったかもしれないのに。本当にそうなら、森をこんな風にしないんじゃないかな。ほら、きっと、ナナナと一緒に遊びたいんだよ。ナナナも、もっともっと遊びたい！けど、それは取っておくよ。メフィスとフェレスを倒すまで。ね！負けられない理由が増えたから。レイ、絶対悪魔に勝とうね！うん。これってとっても、エンジョイでエキサイティングで、ファイト、おーだよ。心も頭も整理し、悲しみも苦しみも私の力に消化してみせる。少し整理しましょう。変化は恐れない。変わることで強くなれるなら。もっと強くならないと。柔軟に、強さのために。もっと強くならないと。変えたいことがある。だから変化は恐れない。柔軟に、強さのために。心も頭